こんにちは。ピカチュウ永井です。今日は実際にセンター試験で出題された重要古文単語、匂いについて1分間で説明してみようと思います。よろしくお願いします。匂い、今で言う香りの意味も持っているんですが、もともとは美しく映える色艶、見た目の美しさのことを指しました。もともと匂うとは、にがたん、これは赤を意味します。ほはほ、秀、優秀の秀です。赤い色が秀でている、赤い色が抜きんでているという意味で、万葉集などでは紅葉とか赤い花、赤い染め物に対してよく使われたんですが、徐々に徐々に美しいもの全般に対して使うようになりました。例えば、花びらの端におかしき匂いときたら、花びらなので香りではなくて見た目の美しさが素晴らしいという意味になります。また、香りという言葉もあり、これは今とほぼ同じように良い匂いという意味で使われました。まれに美しさのことも指すんですが、基本的に香りは今と同じ使い方をされます。こちらの匂いは見た目の美しさなので注意しましょう。以上、匂いの説明でした。ありがとうございました。ピカチュウ長いです。古文漢文ゲットできたかな？チャンネル登録して。